地震とか、あのー、羽田空港の事故とかで、えー、ちょっと報道が下火になってましたが。 まあ、再び検察が動き出してきたということで、自民党の裏金問題について解説したいと思います。池田衆議院議員はすでに捕まって、もう一人ですね、長崎県選出のですね、谷川議員ですかね、もう立件されそうだということで、まあ、立件される敷地がまあ、だいたい4、5千万円ぐらいと、5年でね、 とということで、まあ、1年間に直すとも1000万円以下と言われるこの裏金、そもそも、えー、この裏金、えー、何のために、えーこん、何の動機でこの裏金を作ったのかっていうのが一つ問題になってたんですけれども、一部報道によりますと、この自民党の裏金というのは、派閥からの,その <laughs> パークティー券のノルマがあって、でノルマを達成したとき、えー、そして超過分をです、ねえー、プールしてたらしいんですね。 まあつまりパー券売れなかった時も売れない時もあると思いますのでその売れないパー券分を補填するためにそういった処理をしていたようなんですね、まあ、聞く限りはですねパー券の補填用に使ってたそれを記載してなかったっていうことらしいんですけれどもまあその辺の真意はこれからですね明らかになっていくと思いますが そんなにめちゃくちゃ悪質かって言われると、うんっていう感じもしなくはないんですけれども、修正申告で、えー、修正で済むような話。 もありますし、今回はこの池田議員、そして谷川議員は長崎県選出の議員ですね。プラス、会計責任者、安倍派と二階派ですかね、の会計責任者が立憲される。あと、池田議員のですね、会計責任者が立憲される。それでもう幕引きなんじゃないかというふうに言われております。やっぱり4000万円、しかも5年で4000万円という額は非常に、まあ、 少ない、まあ、もちろんそれをなまたなんか庶民感覚でいや4000万円は高額でしょうみたいに言う人たちもいるんですがまあこれはですねやはりその法律というのは他の罪とかと比較をしてこの辺が妥当だよねっていうのがまあ普通だし実際ただのミスでまあじゃあ4000万円5000万円5年でね、えー、それを立件するのかしないのかみたいなお話もまあ 結構あやふやだと思うんですよね。だから今回ちょっと検察は踏み込んだかなと。厳罰化に向けてですね、世論、まあだから世論のことをすごく考えるんですけど、4000万円で捕まえても大丈夫そうだと思ったんで捕まえたんだと思います。これに関してすごい批判してる人たちいるんだけど、まあもうなんか政治家ってもうやってらんねえよなって思う人たちもすごい多いかもしれません。派閥の幹部からはパーケンのなんかノルマを課せられて、えー、ノルマ達成できない時のために、 えー、裏金をプールしていた。えー、それをですね、暴かれて、もう公民権ね、停止になっちゃいますから、罰金刑でも公民権停止になってしまいますので、おそらく池田議員なんかは公民権停止になってしまう、もうただの人になってしまうという可能性非常に高いんですけれども、まあ非常にじくじたる思いなんじゃないかなと僕は、あの、思っております。で、またこういうことを言うとですね、なんで折江は自民党擁護してるんだとかですね、なんか自民党から金もらってんじゃねえかとかですね、あいつは政府から補助金もらってるから擁護してんだとか 言うんだけど俺はぜぜひひで話をしてるだけであの朝は我が身だと思ってください厳罰化をするってことはあなたたちも厳罰化の犠牲になる可能性があるってことなんです厳罰化をすると誰が一番得するかって検察ですよ検察とか警察が一番得するんですよ彼ららの利権が増えますからね えー、そしてまた、天下りとかをするときも、やっぱ用心棒であの検察官とか警察官 OB をみんな雇うわけですよ、僕も雇ってたもん、会社で監査役とかで、そういった人たちを雇うことになるわけですよ、それはだから、厳罰化で、えー、自分たちが捕まえられるかもしれない、何で捕まえられるか分かんない世の中にどんどんなってくるわけです、これがエ,ス,エスカレートすると、本当、東ドイツとか、あの旧ソ連みたいな、秘密警察が24時間、えー、監視をしててですね、えー ちょっとでも、あのー、政治的に気にならないやつがいたらですね微罪で捕まえてですね刑務所に放り込むみたいなことが、えー、できるような時代になってしまうので、まあ、ちょっと今回、検察はやりすぎかなと僕は、えー、思っております。